はい、えー、サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは、えー。今回はラリーが深掘り動画特別編ということで、えー、EA スポーツプレゼンツレアルマドリー歴代最強夫人はこのシーズンだというテーマでお届けしようと思います。今回の特別ゲストをご紹介します。まず、桑原学さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 はい。そして、翔野さんです。はい、翔野です。よろしくお願いします。はい。お願いいたします。お願いします。まあ、あのー、昨シーズン、レアルマドリー、はい、強かったね。強かった。強かったです。あのー、まあ、それぞれの心のチームってあって、特に翔野さんの場合は、はい、マドリーディスタだから、本当に楽しかったと思うんですけど、はい、正直に言って、今シーズンは、まあ、昨シーズンですよね。はい、レアルマドリーのファンだったら、 どんなに楽しかったんだろうなって、<laughs> <laughs> 正直言って思った。<laughs> いやでも始まりは楽しくなかったですからね。あ、そうなそだ。そうなんです、そうなんです。最初にだって、ひどい困難がね、立て続けにあって。そうなんですよ。そこからだから壊れちゃったもんね。<laughs> そう壊れ、壊れちゃってたし、はい、もうベンゼマいないし、みたいな、うんうん、もう結構心配な始まりだったんですけど、 も最終的には、もうあっぱれでしたね。うん、本当にね。うん。小原さんはどんなように去年見ていらっしゃいましたいやだから、最初にあれだけのことが起きて、はい。で、これをどう穴埋めするんだろうと、そもそもベンゼマの代わりをなしでスタートして、うん、そ,うそうそうそう。これは果たしてどうやってまとめていくんだろう、アンチロッティというところから始まったにもかかわらず、うんはい 最後の最後に一番大きいのまで持って行ってしまったっていうね。<laughs> ねえ。やっぱチャンピオンズリーグはもう決勝に上がった時点で、あ、もうこれ決まったなって、<laughs> レアル・マドリーが決勝で負けるわけがないと思ってたから、<laughs> まあ、ねまあ、強かった。でも誰ですか、一番一応は。良かったのは。 いや一番やっぱ持ってるなって思ったのはベリンガム。さすが、よく進行分かってらっしゃいます、ね、<laughs> <laughs> そう、今日はね、ベリンガムの話たくさんしようと思ってますけど、<laughs> はいはい、実況者から見た目線だと、桑原さん、柔道ベリンガムってどんなに見てらっしゃいましたベリンガムは賢い選手だなっていうのもありますし、はい、今の現代サッカーに求められるアスリート能力もトップクラスに高いじゃないですか。でもアクロバティックなこともできるし、なんかできないことが ないのかなっていうぐらい、うん、本当に、それでいてあの年齢じゃないですか。うん、完成度があまりに、も高すぎて、早熟でもあるんだけれども、か、うん、といってこの先も多分もっともっと登っていくんだろうなっていうところがすごいですよね。翔、ね、ウドさん、ユーロでのベリンガムの活躍、うん、チェックしてましたあ、してますしてます。なんか、それこそやっぱり、そのイングランド自体が、あの、なんて言うんだろう、思ったよりも、それほど、 だなとか言われてる。<laughs> <laughs> なんかあるじゃないですか。いろいろ言われてるじゃないですか。<laughs> かね、だけど、やっぱり、もう、アディショナルタイムで、うん、あそこであんなバイシクで、やっぱもうこの人は持ってるなっていう感じですね。うん、なんかもう、結局、うん、ヒーロー主役っていうイメージですよね。ねえ。 あの、でも、ェリンガムの頃は原さ、クアー大会のレベルだめはトップレベルに入ってくるゴですね。まあ、まず、ああいう状況と、うん、ああいうタイミングで、あれを見せられるっていうのはやっぱりこう、スターの条件というか、スターってやっぱり、救世主になれなければいけないじゃないですか。確かにね。それができるっていうところがね、どこまで兼ね備えてるんだっていう感じが。うをしてる見かねると、やっぱり君かって言いたくなるよね。うそうですよね。ねえ。ええ そういうベリンガム素晴らしいんですけども。でですね、えー、今回はですね、えー、EA スポーツ t FC25 のパイアップ動画となっております、はいはい。先日情報公開されました EA スポーツ t FC25 は世界で最もプレイされているサッカーゲーム。世界中のリーグ、クラブといった豊富なライセンスはもちろん、ハイパーモーションや プレイスタイルなど最新のテクノロジーデータを活用した作品です。昨年の XC24 にてブランドを一新いたしまして、 アイコン選手として、穂誉さんが収録されるなど、えー、僕たち日本人にとっても、こう、嬉しいですたくさんあったというね。ういうん、はい。はい、もうこんな有名な素晴らしいゲームの中に日本人選手が出てくる時代になったっていうのに、なんかこう、感動しちゃうね。うん,うん。嬉、うん、しいですね。誇り感じますね。うん、ねそうですよね。えー、あの、9月27日に発売になるんですが、今、はい、早期を焼く。 8月20日。ここまで予約していただくと素晴らしいよって話をこの後いろいろしたいと思いますけども <laughs>、まああの。今回もですね、いわゆる通常版と豪華版であります、スタンダードエディションとアルティメットエディションというのがあります。はい、アルティメットエディションでは、アルティメットチーム内で使えるお得な特典に加えまして、7日間のアーリーアクセスがついてきます。で8月20日までに予約をいただきますと、ヒーロー選手アイテムが、えー、手に入る。 ということです。うん、えちなみに FC24 の時には中田秀俊さんが入っていたり、あの、今回レアル・マドリーなんですけど、この時はこう、スナイデルが入っていたりというような、うん、この、えー、ヒーロー選手アイテム、ぜひ注目していただきたいと思います。はい、皆さんも誰が入ってくるか、楽しみに。それはまだわかんないですよね。待っていていただきたい,い。前回は、痩せてるスナイデルだった、はい。あ、そう、そ,そ,そう、そう、そう。だいぶこっちゃでしたね。そう、そう、う、あの、なんか、ゲストで、スタンドで見ていると、これ、はいうん そうだよね。ありますね。<laughs> ありますね。試合中ちょっと映った時とかね。はい、そ,うそうそう。<laughs> 我々、あの、瞬時に一応言えなければいけないところありますよね。<ー>そうなんですよ。<laughs> はい。でも気をつけないと、どこかの有名な、あの、 大統領かなと思ってたら、ただのクラブ幹部だったりたいなカップが良かったりして、騙されることもありますし、あとの私服に着替えた選手たちがいかにかっこいいかっていうのねリリアン・トゥラムとかね、この間ポグバ映ってましたけど、あ、だいぶ印象違うね、ポグバと。そうですね、かっこよかったですね。ねえ、ふだんもかっこいいんですけどね <laughs> え。ではですね、これ実際のカバースターをじっくりとご覧いただこうと思います。 えー、これです。今回、スタンダードエディションのカバースターは、柔道、ベリンガム。やはり、彼といえば、えーまあ、この写真、使わざるを得ないだろう、いうことおさまり完璧ですね、この。いや、素晴らしい。どうですか、このポーズ。いやー、さん風格がすご,、はい、すごいですね、ショーンさんね。いや、もう本当に、っていうか、この、ゴール、ゴールパフォーマンスって、なんかう、動きたくなりませんなんかさ、なんて言うんだろう、うなんか、動きたくなるじゃないですか。なのに、ゴール決めて、こうやってやるって、これ思いつきま、うん これもシネマスターですね <laughs>。なるほどね。いいね。シネマスター、いい表現ですね。<laughs> ちなみにもう、あの、うちの子は、 リーグ戦で決めてやってました。あ、やるんだ。早速もうやってました。いやこれみんな子供たち真似しますね。真似する。あの、靴下に穴開けるのも。みんなする。れはね、お母さんに怒られます。かあれ、あの、筋肉がね、パッツンパッツン、きついんで穴開けちゃったりするんで、無理やり開けることはないんだけど、でも子供たちはやっぱ形から入りたいから。そうですよね。ね。うん。だから、このポーズって、じゃあ歴代で、じゃあベリガムが最初かっていうと、実はこう、往年のスターたちが、これと同じポーズを、 まあメッシュだったりとか、いろいろあったわけですけども、うん、でも、その時のスターが撮るのにやっぱふさわしいポーズで、この印象でこのポーズを撮りたいな、ちょっと前だったら、クリスチャンのロナウドみたいなパフォーマンスをしたいとか、みんな思って、憧れになったら大事なことですよね。本当ですね。うん、このポーズこれだけに合うの僕はもうカントナ以来かなっていうぐらい、もう、えり立てちゃう。<laughs> <laughs> <laughs> もう、ほん風格がすごいですね。<laughs> いや、もう手足も長いから、もう、うん、映えますよね、確かに。うん、で、さらに、え、アルティメットエディションでは、え、同じく、レアル・マドリーのレジェンドとして、ジネディ・ヌ・ジダン、デイビッド・ベッカム、え、さらには、歴代最高峰のキーパーとして、え、まだ引退したばかり、え、ジャン・ルイ・ジブフォンが登場していて、え、現役選手の中では、昨年の、バロンドーラ、バロンドール受賞者、アイタラ・ボンマティが登場しているということで、うん まあ、ボンマティはでもこの中入ってもやれちゃうんじゃないのっていうぐらいうまいんですけどね。これはもうなんか華麗なる一族あう。あ、そうね。そうですね。確かに。誰がお父さんなんだろう。いろいろ考えたりやっぱりでも女性選手入ってるのいいですよね。いいです、いいです。いいです、いいです。広がりがまた出てきてね。ボンマティまたいいですからね。本当うまいしね。女性のサッカーの人気ってのはものすごい勢いで今。 こう膨れ上がるように、本当ですね。広がってますんで、でね、まあそういう中のね、ボンマッティ選手、ぜひ皆さん、寄、え、与、ー、して、楽しんでいただきたいなと思いますけどね。うん、で、えっと動画の最後にはカバースターに選出された、えー、ベリンガム選手の豪華プレゼントも用意してあります。最後までぜひ見ていただきたいと思います。さあ、それではここからが本編になります。<laughs> 今回のテーマは、レアル・マドリード、歴代最強夫人はこのシーズンだということで、 スタートしていきますイェーイ,イ,エーイ、えー、まずどこからやるかっていう話もあるんですけどね。<laughs> まあベリンガムのですね、素晴らしい活躍もあって、アフアラスとすればあるんですね。今シーズン、ベリンガムシステム、うん、システマベリンガムなんて言われた時もあって、うんはい、レアルマドリードの中でアンチョルティ監督の大きな発明という印象もありましたよね。うん、そうですね。えー、もうマドリードに来る前は、どちらかというと2.5から3列目ぐらいのイメージの、うん プレイヤー入るいうところありましたけど、はいええ、マドリーに来てからもうテントリアになりましたからね。そうなんですよね。そのシステムを使っていくのかって、最終的に僕たちは新シーズンのメンバーを決めていきたいなっていうのが、うん、この到達する部分であるんですけど、うん、キリアン、うん、エンバペが、はい、もう翔野さん嬉しそう。はい、<laughs> やっときましたかね。<laughs> <laughs> すごい辛さスカッとなりそうですね。ちょっとでも、 強すぎないですか強すぎるかな、ねねえー、?24、25シーズンの予想婦人に加えて、まあ番組側でセレクションした3つのシーズンの婦人をこれからですね、比較して、どこが一番好きいやでも一番新しいところは好きでしょって話はなるんだと思うんですけども、うんえー、そんな話をしていこうと思います。最初の歴代最強候補は0203シーズンを選んでいました。0203シーズンは銀河系軍団と呼ばれたビセンテ・デル・ボスキ監督が率いたチーム。 0203シーズンは優勝勝ち点78、22勝12分け4敗、86ゴール42失点。このシーズンはリーグ戦、ウェファースーパーカップ、トヨタカップというふうに3つとタイトルを獲得しているという,うなシーズンだったわけですけど、うん、ちなみにですね、この年は2位がレアルソシエダだったんですけど、<ー>覚えてらっしゃるか、はい、ニハトとあのコバチェビッチという,こう、うん、大きい選手と、 小柄な選手のツートップで、レアルソシエダが頑張っていた。そこにデペドロが差し込んでいくっていう、ね。そう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 。そういうシーズンがあった。はい、だってえっ、ー、と、ニハットが23ゴール、はい、コバチェビッチ20ゴール取っていたという攻撃力で、 で、つい最近はね、レアルソシエダ、あのー、昨シーズンはチャンピオンズにも挑戦して、その前に挑戦するきっかけを作ってたのはこの時の。このシーズンレアルソシエダだったということですね。このあの時はだから、箱押しのファンは、みんな最後まで、ラリアル頑張れ、頑張れっていうはい、はい。そう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 。そういう気持ちでしたよね。<laughs> でねはい。そう。で、ウェファースーパーカップの時は、フェイエノールトに3対1で、 勝っていて、トヨタカップの時にはこれは、えパラグアイのオリンピアに、買っていたというね。で、この年はロナウドが、えロナ大きい方のロナウドが、23ゴール。今は大きいですね。そうです。両方大きい、大型ではありませんけどそう今は大きいロナ太っちょロナウドっていうね。まあ、向こうの言葉で言うと悪くちゃないですよ。悪が太っちょってゴールドっていう、大きい太ってる人みたいな形で。 言われていたっていうね。ブラジルのあだ名は大体悪口じゃないかって思ってるようなもの多いですからね。ンチンの方もかなりきつい。<laughs> 確かに。飲みとかしらみとか、はい、ひどい名前つけますからね。ひどいですよね。そうですよね。お、ね、猫なんて可愛いですよね。あね <laughs> うさぎなんて可愛い方ですよね。<laughs> ね、細いお蕎麦とかね。えー、いや、だから、小ノさん好きなデーマリアとか、はい、フィデルとか、はい、細い麺ですよね、はい、みたいな。えー、ユニーク、ユニーク。いや、親しいとしてね。大体、はい、先輩がつけるそうですけどね。はい、うん、こういうの、お前はこうだっていうだ、ね。だからロナウドが23ゴールで、ラウールが16ゴール、フィーゴが10ゴール、ジダンが9ゴールということで、結構この辺の前目は、うん まんべんなく点取れてたっていうのはこのビセンテ・デレブスケ監督の0203シーズンなんですけど、これ、桑原さんどんなチームだったって覚えてらっしゃいますかまずこの顔ぶれを見たときに、はい。これ、一体どうやってバランスを取るんだっていう印象を受けるじゃないですか。はいはい。やっぱりこの、 24番さんが全部掃除してくれる、ねはい、この人すごいですよね。この人がいなかったら成り立たないシーズンですよ。これは完全に。この人がいなくなって、この後のレアルマドリーは苦しくなるんですよ。はい、本当に。はいはい、スーパーマンでしたからね。そうです。はい、僕、お出かけですか、負けれれれっていう掃除してくれる人のね。掃除してくれる人のね。ーズンのは見てました いや、私、この時まだ小学校1、2年生とかなで。マドリディスタになる前の翔野さんだ。そうなんです。あの、ね、お父さんがバルセロニスタだったんで、ええお、あの、テレビでは多分バルサの試合見させられてたぐらいだと思います。はい。この時代は。でも、まあの、マドリディスタになって、遡って、この選手のスーパープレイ集とか見て、ええ、見返したっていう感じですね。うん、ああ、なるほどね。はい まあ、あの、これ、サッカーシーンの中で見ても、どうやって強いチームを作るかって歴史で見ると、まあ、2000年にフローネティのペレスさんが、まず会長に就任したっていう時代があって、うんはい、で,で、バルサからルイス・フィーゴを取った、ね、うん、ユベントスからジネリヌ・ジダン取ったっていう形で、銀河系軍団っていうのをこう、作っていったっていうんで、うん、デビッド・ベッカムを来まして、いよいよ完成ですねっていうことで、このシーズンの前のシーズンは、あの、チャンピオンズを取ってる。 あ特に相手が、どこかというと、レバーーゼンが、この時ファイナルに行ってた時代なんですよ。うんうん、はい。レバーゼンえ、最近を、あれみたいな、シャビアロンソーを見て、このシャビアロンソまた出てくるんですけども、はい、そういうふうにね、こう、やっぱ、継続は力上がじゃないですけど、はい、続けてみる楽しみ面白いですね。やすねまあ、後に J リーグで活躍する選手が、あの時のレバーーゼンにはいたりとか。そう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 。 だからね、こう、微戦ってデルボスケで覚えるのもいいし、で、その頃の、じゃあ、シャビアのその前で、こう、ヨーロッパ戦ったレバークーゼンの監督って誰だったろうな、とか思うと、クラウストップメラーだうん、うん、そうすると、そのまた、息子が、みたいな時代になってくる、ね、ね親子監督みたいな話も、なかなかね、この辺は面白いっていうところで、ですね。 で、2003年から3年連続で来日ツアーを実施していて、じゃあ、この時の僕たちの国はどうかというと、2002年にワールドカップ韓国と共同開催して,て、うん、J リーグが生まれてちょうど10年ぐらいの感じのスパンの中で、面白かったですね。みんなサッカー夢中になってて、はい、その中心にこのレアル・マドリードのチームがいた。ね フェルナンド・イエルもね、蒸気機関車とかいろんなあだ名ついていて、もうそんなことしてる人ほとんどいない。<laughs> 当時のサッカー雑誌見てやっと書いてあるぐらいのことで、つまり普及しなかったっていうことではあるんだけど、<laughs> <ん>今でもね、あの、レジェンドとしてコメントとか残してくれたりとかしますけどね。このでもイエロ・エルゲラっていうツーセンターはいいですね。うん、僕はなんかこう、はい、力任せじゃないところが、 この二人の僕は好きなところだったんですけど、賢いセンターバックっていうイメージなはありまイヴァンゲルケラがね、はい、あの、当時の言葉で言うとユーティリティな感じだったんですよね。ロベルト・カルロスのいないレアル・マドリーなんて言ってる、この後ね、言われる時代が来るぐらいに。かにだから、かね、レアル・マドリードっていう,こうブランドで見ると、必ず左サイドバックって上がっていかなきゃダメなんだよねっていうね。はいうん そうですね。こういう歴史があったりする。これでも本当に面白いですよね。この時サルガドで。で、はい、今のカルバハルもそうですけど、やっぱり右が、なんとなく僕のイメージでは、質実剛健みたいなあ、はい、なるほど。やりなりは華麗なテクニシャンみたいなイメージがあって。うん、で昨シーズンは、そこにメンディーがいることが、やっぱりちょっとこう、新鮮というか。いや、かなり新鮮です。うん、その、このロベカル時代から見ると、メンディー、 だけじゃないですかなんかちょっとやっぱ、うん。そう、マルセロとかね。ねはい、みんなこう華麗な選手が。そうですね。に結構いたので。でねはい、ロベルト・カロスからてマルセロの時代も長かったですそう、長か出てきますけど、ね。はい。マルセロ一体いくつタイトル取ったんだろういや、本当に。そうですね。この二人がやっぱずっと長かったですもん、ねうん。まあだからね、レアル・マド・リューってやっぱサイドバックで見る見方っていうのもありますよね。そうですね。うん。確かに。 まあでもね、カラスおっしゃったけど、中盤のね、負けれれが何でもしてくれるんで、このン中は本当に楽だ,んだ、はい、ね。本当は一番サラリーもらうべきですね。もらうべき。今だったら多分そういう、ね。<laughs> そうですよね。ね。カンテとか、こういう形のタイプでね、はいうん、今で言うとね。うん で、この時でグッティは、あの、日本の CM にも出てた時代があるんです。ご、はい、存知ですか、うん、あ、あの、グッティめっちゃ好きで見、はい、見ました。ミスタードーナツの CM 出てたて。はい。はい、<laughs> グッティなんだけど、誰もわかったなっ,って。あ、そうなんですかわ <laughs> かんない。わかる人はわかんない。わかる人はわかるけどってことか。<laughs> だから、その頃で、だからね、この頃って前後ですけども、こう、 ベッカムが来る前は、ベッカム前のユナイテッドの時は、電話ですね。電話会社の有名なアイコンだったんでそういう商品がいっぱい日本の中でもキャラクターグッズとしていっぱいあったりとか。どーっと J リーグの後10年ぐらい経って、世界のサッカーがいよいよ流れ込んできた中心に、ここはいた。なんかあの、連… あれ練習を見,見れるみたいな日本で。なんかなんかあった、うんだ。ツアーとかね。なんかありましたよね。うんはい、ああの、この時まだだからネットじゃなくて、うん、あのなんか電話でチケット取らなきゃいけないみたいな。うんうん、そなんかので、それこそ公衆電話が一番早い、な,なんか謎の説あったじゃないですかあ。ありました、ありました。した <laughs> で、あれで多分そのチケットを取りたいって言って、その家家家族がそう携帯とか、 あの、家の電話で電話しながら私は公衆電話で電話させられた記憶はあります。<laughs> そう、そう練習試合を、練習を見るみたいな<ー>チケット。確かにね。はい、固定電話だと取れる率が高いなんから <laughs> あ謎の、そ,の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 そのありましたよね。本当だったのか僕はわかりません方からも取りやすいとか <laughs>。そうそう,、ね、そうそうそう。そうはい ありましたね。みんな、みんなこう、夢中になって、ね。<laughs> そうそう、夢中で公衆電話からかけてましたね。そうなんですよ。だから、その時の印象って皆さん強いんじゃないか。<ー>多分、最強かっていう説で言うと、ここはどうですか <laughs> どの顔しますかお二人は。うん、そうですね。派手さだったら一番だったと思いますけどね。どね、えー。はい。えー、そうですね。メンバーの一人一人の、なんか、ブランド力っていうか、はかなりあるけど、うん、このぐらいの時期ってなんかイ、イタリア、 がすごい人気な。ありました。なんか、そうですよね。うんはい、だからまあ、私は、まあ、一番ではないかもしれない。<laughs> 強力なね。うん、まあ、だここは、こう、前の方、ちゃんと点取れてみたいなね。こう、フィーブを獲得して、いろいろと、クラシックも盛り上がりました。はい。ね。当,当時、こう、通貨が、スペアス、ペセタという通貨タ、ユーロの前ですよね。だから、ペセタを使っている金の猛者ということで、ペセテイロ。 お金の亡者さんということで、フィーゴのことをこう悪く言う人もいたみたいな形の言葉も残ったっていうところね。<laughs> はい、まあでもね、サンティアゴ・ソラーリーいたり、マクマ・ナーマンいたりとか、すごいチームだったなと。そうですよね。ね、カンビアスも僕好きだったんですけどね。うんうん、脇役はやっぱり渋いですよね。渋い、こう、すごいいいチームだと思いますけどね。確か,確かに。ラウール各 こう自団ですからね、あそこ。そ<う> <laughs> まあ、スタッフが決めてるんだけど、ね。<laughs> まあまあそうですよ。では <laughs>、ここはこんな感じ。0203の銀河系軍団。じゃあ、続いてはですね、1112シーズンを見ようと思います。これジョ、女性モウリーノが率いた時の銀河系軍団だ。<う>この時はね、優勝したんですよ。勝ち点100ですよ。百、はい、すごいですよね。まだ破られてないですもんね。そうですねそ。そこに行きそうだったけど行けないっていう形があって、バルサがこの時91だ。 91ポイント、うんうん、これもすごいんだけど、で、何がすごいかというと、クリスチャーのロナウドがですね、えーまあ、通算で46点取ってるんです。うん、すごいじゃないですか。はい、メッシー、55点 <laughs> <laughs> マジ面白いですよね。異常,でしょ異常です、ね。異常ですよね。この時ってね。うん、これ本当に、この時代を知らない今の子供たちとかが、昔の記録を見た時に、うん、はい え、何これってなるんですか ?56 点。え、これはなんか間違ってるのみたいなるんですよ。試合数が多いのかなみたいな。なんか。はい、ほんそうですよね。ほん、はいはい、に、今の子たちの多分理解できない数字なんですよ、ねうん、すごいですよね。総得点121ですよね。<laughs> おかしいですよね。おかしいですよ。46点で得点をなれない。いやね。そう。面白い。面白い。面白い。だから女性モウリニョと、で、バルサは、まあ、ライバルあってですからね。ペップ・グアルディオーラの、そうですね。チキタカのバルサの時代で。で、僕は、バルサで言うと、この時のペップの時代が一番好きなんですああ、まあ、わかります。すっごい強かった。はい。面白かったしね。この時は、一生いっぱいでしたね。詳しくは。うん。マドリー13バルサ、バルサ12であるマドリー でともにアウェで勝利を上げたという <laughs> 1> 1シーズンモリーヌ監督は確か最初のクラシコでボッコボコにされてるんですよね。あそう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 、はい、そうなんですよ。こうコッパーベルレー取った時についにこの国で最高のタイトルを手にしたんだって、うん、本当にそう思ってますか思う <laughs> 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 ようなことを女性モーリーヌが言っていたっていうね。ゴールで言うとね、だからロナウドがクリスチャンのロナウドですね、46ゴール取っていて、で、イグアイン。 が22ゴール。で、ベンゼナが、えー、21ゴール取っていた、うん、<laughs> 相当すごいですよ、ね。すごいですよ。でも、ここはだが細かく見てると結構エジルいたりとか、うん、シャビアロンソいたりとかで、うんうん、カカーがいたりとかですね。で、ショーンさんですけど、ディマリオアが。 したりとかですね。ここはなかなか魅力的。いや、ー、かなりいいですよね。私、コエントラン大好きでしたもん。本当に。かっこいいし。娘もかわいいし。でも、この2011、12シーズン、私、こ、これデビューです。マドリディスタ。マドリディスタデビューでリデスタデビューの年です。本当に。バルサに染まらなかった。染まらなかったです。まあ、でも、この時がやっぱ、クラシコとかも一番楽しかったかも。やっぱちょっと、 ピリついてましたもんね、いやもうやっぱり監督同士のライバルストーリーが、すごくね、はい、クローズアップされたんで。はい、面白かったですよね。うん、面白かったですよね。これでも本当はカカオを、はい、おそらく、まあ、トップしたりスターにしたかったんでしょうけど、カカオはフィットしなかったじゃないですか、意外とマグリーには。そうですね。ただエイジールがものすごく強、ね、かったエイジールかったね。本当にね。うん だからそういった形でね、こう戦術的にこう思い出したりとか、過去のものをこう調べてくると何が面白いかというとですね、SC25 はですね、うん、FCIQ という機能で選手、監督ともにこう、えー、得て、ふえてが出てくるのが戦術に関しての細かい設定ができるようにアップデートされているので、うん、この時の戦術はこうだったねというところがーゲームに反映した、うん、い。いですね。えー、すごい。これ面白いじゃないですか。うん、ね。じゃあ、ペペは、 こうやって使おうとか。今でも現役で代表でやってみてて。確かに。すごい。じゃあ、ペペとセルヒオラモスだから、こうしようかなみたいな形。もう、はい、ジョゼモーリーになってそこちょっと前に上げて、守備的な部分で戦ったりとか、のうちにカウンターも上手になっていったりみたいな形の中で、うん、マドリーにいくつかの戦術を落としていったっていう特徴のある。 監督ではあったんですけども。うん、そうですね。だからその辺のジョゼモーリンよっぽくやりたかったら、この FCIQ という機能を使ってもらって、遊べるといいよっていう形になる、ねうんですね。ごいですね。 監督と選手の関係性とかは反映されないですかあ、ちょっと面白いですね。それ新しい機能で、ね、<laughs> 仲が悪いとか信頼していないとか。そうしたら一番使えなくなっちゃうじゃないですか。もう、なんでしもうンシャンス。もうペペだけが森にを守るみたいな。そうですね。後の、例えばサッカー IQ が高いって言いますシャビアロンソはそれ証明したわけですから。はいはい、あ、確かに。あ、じゃあシャビアロンソはこうやって使おうとかね。はい、もう、変わってくるかもしれないし。で、ディマリアも、 ここだけど、とかじゃ。じゃあ、ベンゼマとクリスチャーノ・ロワードの関係がすごく良かったか、ここツートップにしちゃうかとか、うん、いろいろとね、うんうん、あの、遊び方はあると思う。<laughs> ええ、で、ジョゼモも理由だからこうしようと。はい、そうです、ね。うんね この頃だから、まあちょっとこのプレミアリーグとかとか前後していくけども、いろんな戦術としてはバスを2台置くみたいな形の言葉も出てきたったい大体このくらいの時代の時代で、レアルマドリー的にもし言うとすると、09年にフロンレティのペレス会長が再び会長として活躍を始めて、はいうん、カカロナウド、シャビアロス、カリン・ベンザマを獲得して、で、もうーリンを1011シーズンに呼んで、ディマリア、 エジルでケディラを獲得した、うんうん、でこの次のシーズンを今ご覧いただいている1112 <laughs> シーズンでクリスチャンのノナウト46ゴール。 メッシュと二人で96点も取ってるという <laughs> 異常なシーズンで。やっぱりね、レアル・マドリュー今回中心にもう皆さんにご紹介してるんですけども、まあ、ライバルありきなんだから、そ,ね、そことどう競り合って勝っていくかみたいな形をこうゲームに反映させていくと面白いですよね。うん、すね確かにでもこうも今見るとこうサッカー IQ すごい高い感じもするし、まだ現役で見られる選手も1112シーズンだと言うのねっていう楽しさがありますね。えっとですね。 ディマリアは代表引退っていうのがね、はい、コパアメリカでこう表明してましたけども、なかなかね、マドリーの時のベンゼマは幸せで今どうなるのかいろいろと考えてがらいやそうですね、<laughs> 確かに。考えちゃうんですよね。はい、エジルもね、すごく良かったけど、はい、誰と写真撮ったらいけないのみたいな、いろいろと。<laughs> やはに出てきちゃったりとかね。なんかあんまりハッピーな終わり方じゃなくなっちゃった感じが寂しかったですね。すね最後残念ですよね。最近のイジルバッキバキですよ、<laughs> でも。バキバキ <laughs> バなんか筋トレしてて頑張っててバッキバキになってます。ええ、<laughs> なるほど、なるほど。<laughs> 筋トレの人になったんですね。ってなってます。なるほどね。マルセルもね、相変わらずいろんなとこ行って、やっぱ後輩の指導していたりとか、クラブワールドカップで再開した時には給油を温めていたり、ちょっとうるっと苦しいんでね。はい。あります。よかったですね。セルヒョラモスなんか次のキャリアちょっと気になるなっていうぐらいの。噂はいろいろね。はい。ありますちょっとなんか 我々日本人にも、ね、本当なのって、ワクワクさせるようなことを言ったりとか、来るなら来ちゃえばいいのに。ねそう。イギリスだって楽しかったんだよ、日本は。来ちゃえばいいのに。うん。アルティントップとかいう名前はなんか皆さん久しぶりに聞いたんじゃないかなと。兄弟でしたよね。そうです。ハミットとハリルでしたね。そうそうそう。そうなんです。 何人かね、兄弟プレイヤーともね、<当>ラリーガーの中にはこう、はい、いますからもね、うん。イグアインもね、何気にいい選手でしたよね。いや、いい選手でしたね。<う>確かに。出れば活躍はしてましたもんね。うん、ねちゃんと。これね、背番号入ってないけど、まあ、背番号付きでまた見てるとね、なかなかね、うん、もう、フトチのロナウドは9番だったけど、クリスチャンの7番だったりとか、イグアインが20番だったりとか、うん、あの、その時の背番号をこうなんか思い出しながら、うん、あ、この例えば5番の系譜とか、 ね、14番の系譜とか、いろんなそれぞれのクラブチームで好きな思い出があると。間取りにおいてやっぱ7番が重いかな。そうですね。そうですね。7番重いですね。やっぱりラウール・ロナウドだけで十分ですからね。どうしてもね。重さとしては。十分に重いっていうところがありますからね。ここは最強になる翔野さん的には。 いやあ、でも、メンバー的にはかなり好きですけどね。はい、しかも、えー、まあ、この辺から本当に間取りィしたデビューしたっていうのもあって、思い出がすごいあるんで、うん、いやーまあ。 あサッカー IQ は確かにめちゃめちゃ高いチームだと思います、ね。この時の,あのチーム見て、ショ野さんがマドリディスタになることを心に決めたっていうのは何が一番魅力的だったあるいは誰が一番魅力的だったか覚えてらっしゃいますいや、この時はそれこそお父さんがバルセロ、バルサ好きなんで、はい、あの、 クラシコがとにかく楽しかったんですよ。うん、このモーリーの時代の。ねはい、クラシコがとにかく楽しくて、で、まあお父さんがワルソンを応援してるんだったら、うん、じゃあ私ふざけてレアル・マドイド応援するとか言ってうん。もともとそういうところからスタートして。で、スタートしてて、はい、でも、この時の、それこそあの、エジルとロナウドの関係性。うんうん、なんか、もうエジルにボールを当たれば、もうロナウドにそのまま点決めれるじゃん、ね、みたいな。うん、なんていうんだろう、もう。 楽しかったです。本当にサッカーは全然わからない。うん、私からしてても見ててすごい楽しかったんで、うん、エジル、ロナウドのところが一番思い出に残ってるかも。うん、<れ>なるほどね。これ、エジルはロナウドにボールを渡さないといけないっていう決まりがあるのって、この当時は思ってましたからね、<laughs> 本当なるほど、はい。そうですね。思い出はすごいあるけど、一番かって言われたらちょっと。あ、そうですね。<laughs> えー クアーさん、この時代はどうですかまあ、クラシックさんがさっきお話しされたように、バルサが、はい、まあ、本当に一番良い時代だったじゃないですか。ねそ,すね、それにおそらく対抗する切り札として、うんうん、まあ、当時、時の人だった、まあ、今もですけど、うん、モーリーョを招聘して、はい、で、まあ、そういう絵的にもライバル関係が完成して、で、モーリーョはこの選手たちはどうまとめるんだっていうところ、うんうん、僕は結構注目してたんですけど、うんうん、最初はやっぱり、すごく、 良いチーム作りましたけど、やっぱり2年目とかになっていくと、うんうん、選手との圧力みたいな方が、ちょっと表に出始めたかなっていう印象を僕は感じてて、最終的に、ちょっとね、うまくいかない感じで出ていくことになった記憶があるんですけど、うんうんね、だから今のアンチェロッティと比較すると、対照的というかマネージメントが、そういうイメージがありますね。ちょっとやっぱ高圧的じゃないですけど、なんていうかな、トップダウン的な。うんうん まあだからこう流れの中でこうフットボールって見ていくと面白いのは、この頃の時代ってのは、ペップにしても、もういいにもそうなんだけど、3年以上できないとか、4年目に辞めるんじゃないとか,とか結構言われていて、たやこうプレミアリーグの方でまだあのアレックス・ファーガソンが続けていらっしゃったりとか、アーセン・ベンゲルが続けていったり。で、今アクアラスおっしゃったじゃ今の時代どうかっていうと、割とペップ・ガールデューラもシティでなくやってるし、 やめちゃって残念だけど、ユルゲン・クロップ監督も長かったし、うん、そうですよね。だから長い形でサイクルがまた変わりつつあるのかなっていうところも、うん、フットボール全体で見ていくと、こういうね、ちょっと昔を紐解いてみると、うん、この時代って監督はこうだったのねっていうのもちょっと面白いですよね。そうですね。うん、確かに。だから誰にお金を払うのか。うん、フォワードにお金を払うのが一番高かった時代から、うん、この頃って監督が高い値段になっていく、うん、っていうところもあって、うん これも面白いですよね。そうですね。その後センターバックが高くなっていく。時代もいろいろある。ね、うん。面白いです、えー。いろんなこと考えてしまう11、12シーズンだったんですが。うん、で、次は16、17シーズンはどうかっていうのたいな。これはですね、えー、BBC の時代。トリデンテを要する時代のレアルマドリー。優勝勝、勝ち点93。 29勝6分け3敗。106ゴール取ってる。41して少ない。<laughs> <laughs> すごいですね。やっぱりね。ーえー、リーグ戦取った。で、ウェフはスーパーカッパユナイテッドに勝ってますで、クラブワールドカップはグレーミオに勝っていて、うんえー、チャンピオンズリーグは、えー、クラブ史上初の、まあ、まあ、取ってこれで全部4冠ということなんですけど、うん、チャンピオンズは史上初の連覇。うん、あのね、1516で16、1617で、1718まで、 レアルマドリー。はい、うん。こう3連覇していく。はい、はい。すごい時代でしたね。すごい。いや、もう、最強でしたね。で、うん、アトレチコマドリーで、ユベントスで、リバープールにそれぞれこう勝って、ミラン、ウェールズ、キエフという戦いの舞台を変えて、うん、レアルマドリーは勝っていって。でこの頃からやっぱり、レアルマドリーって決勝に行ったら、絶対負けないんだよねっていう感じ熱してきましたよね。うんはい このチームのちょっとファーストインプレッションっていうのは、こう、翔野さんどうですか ?1617 シーズン。いや、やっぱりクロース、モドリッチ、カセミロの中3枚じゃないですか。うん、やっぱここが、もう、ね、なんて言うんだろう、こんなに安心できる3人になることって、やっぱ今後、まあしばらくはないんだろうなって思うぐらい、この3人は本当に。 素晴らしかったと思います。確かにね。アドリー時代の風見色はもう、本当にね。うん、はい。すごかったですよね。いや、もう本当にすごかったです。あそこのもう、え、風見色5人ぐらいいる時ありましたからね。<laughs> もうなんか、<laughs> 絶対に破られないっていうもう。警備会社とかの CM にぴったりな感じ確かにね、うんはい。何でも守ってくれちゃう。確かに。守ってくれるいんだったらね。はい、うん。まあでもこのクロース、モドリッチ、風見色。 ねもう、うん、ついに解体いいかっていうふうに、いや戻り地一人になってしまう新シーズンではありますけれども、ねはいはい、この三人魅力的でしたね。い<や>魅力的でした。本当にこんなに安定してるな、何、うん、中盤ありますかっていう感じでしたもんね、うんうん。確かに。でもこのカッコの中の選手も結構ね、キャラクターが強くていいですよね。そうなんですよね。このシーズンでね、<laughs> 結局こう、まあ、2位がバルサで、えー、90ポイントだった。3ポイント差っていう。はいはい ことですね。バルサは116ゴールを取って37失点。つまり、うん、マドリーよりも数字デート上なんです、ねうん、確かに。そうです、ねで。上手に競り勝った、まあ、マドリーが、うんうん、ええー、まあ、優勝を果たしたというところなんですけども。うんうん、で、ロナウドがこの年は25ゴール。で、モラッタが15ゴール取ってるんですよ。うんうん、で、ベンザマは11ゴール。うんうん、ね。で、何気にイスコが10ゴール取ってる。うんうん。うね。22番イスコ。 はい、っていうね。うん、ううイスコは、マドリーでも、一定の活躍、仕事はしましたからね。うん、そうなんです、ね。だから、どこに行ってもそうなんだけど、うん、イスコってちゃんと自分のとこ作ってあげないと、うん、イスコってなかなか活躍できないっていう、うん、最近なかなか、 他でうまくやったから難しいけど素晴らしい選手っていうカテゴリーに入っちゃうよね。じゃあ素晴らしい選手です,です、うん。また輝けてよかったですね。そう。いや、本当よかったです。いいところだからその監督との出会いですよね。いや、本当にマラガ時代が戻ってきた感じですからね。うん、ね確かにね。うん。まあだからその最初にね、申し上げた1617シーズン BBC。はい。これは何に当時言われてたかというと、 敵人と味方のところでどこにボールがあっても3秒か5秒で相手を殺傷できる、殺すことができるカウンターを持っている超高速カウンターのチームだった。うん、何でもできた。うん、特にベイルのスピード半端なかったですよね。はい、ピッチの外から追い越しちゃった。あれ大好きです、本当に。確かに。君は何の選手なんだっていうぐらい速かったですもんね。はい 今、ゴルフのボール飛ばしてますけど、うん、スパーンってね。早かったです、ねあ。そういえば特徴があるのが魅力的ですよね。だからね、今ここまで3つのレアルマドリー見てもらいましたけど、前見ていても、選手が何人か被っていても特徴違いますよね。うん、違いますね。うん、確かに。 でこの年ぐらいからやっぱこう、まあ、ベイルはいたんだけど、ベンゼマとこのロナウドの関係っていうのがもう、うん、ベンゼマのロナウドに対する愛情の注ぎ方ってすごかったですね。いはい、うん。本当ですねす。ベンゼマも絶対自分が主役になりたいはずなのに、うん、本当は。いや、なのにやっぱすごいですね。この頃のベンゼマを見てると、ベンゼマって多分結構いいやつなんだろうなって思うような。<laughs> いや、いいやつですよ。プ <laughs> レイが多かった。 結構プレイスタイルに性格的が出るんで。うんね、結構ね、あの、自分が、こう、リタ的なプレーをすごくしてたというか。うんうんうん、だから、この時のベンゼマって、結局、クリスチャンのロナウドが、お、だから、ベンゼマ残ってるから、次のロナウドを探せばいいんだって考え方したじゃないですか。うんうん、でも、見つからないまま、今度ベンゼマになって、ベンゼマどうするのと思ってたら、ベンゼマ一人で何でもできるじゃんっていうな、新しいベンゼマを、この後から見せていくわけですね。うんうん、そこもすごいですよね。うん、はい。うん。 我慢してたのかなって、その頃は思っちゃいましたからね。逆に、<laughs> ロナウドは、なんか相棒を失った感もちょっとあって。いやそうですね。<laughs> うん、確かに。ね、何気にで、またこ、このモラタもいたっていう時代なんで、うん、まあ、そう暑いよね。中盤にしても、前の方にしても、いろいろいた。で、本当だって、ここで話さなきゃいけないのは、 ジネディーヌ・ジダンってどうなのよって話、ね、アンチェロッティかジダンがいれば、レアル・マドリは幸せってのが、ここ何年間かスパンであるじゃないですか。<laughs> そうですね。うん。ジダン監督の評価ってのは、ショウンさんはどうですかいやめ、やっぱり私たち、ま、マドリディスタからすると、まあ、三冠もそうですし、そのジダンが選手の時から、もう本当に素晴らしい活躍をしてくれてるんで、うん、もう頭上がらないです。うん。 この次代は、クワさん思い返すと、他から持ってきたんじゃなくて、はい、レアルマドリーの下部組織のカスティージャーを見ていて、はい、そこからトップ経験ないけど、ポンと上げて大丈夫かと思ってたら、<laughs> チャンピオンズでも何でも取れる監督だったっていうね。ラファベニテスが、ちょっとこうやっぱりマドリーを率いるにはカリスマ性がどうしても足りないかなっていう感じがあって、その公認とした次代っていうのはカリスマ性をプラスする上では、うん 効果抜群だったと思うんですけど。確かに。ただこの頃って、まだ選手としてはもう超スーパースターですけど、そうですね。指導者としては、ちょっとインターン感がまだあるというか、そうですね。まだちょっと勉強中みたいなところから始めて、でも、あれだけのタイトルと、結果と。なんかこの、そのレジェンド選手が、レジェンドだった選手が監督をやって成功するパターンと、なんか、 うまくいかないパターンあるじゃないですか。うまくいかない。なんか、ところもあって悲しくなりますよね。ですよね。あれって、なん、何の違いなんですかやっぱ、うまくいくのなんだろうな。それが分かったら僕らはもう会長になってます。確かにね。それ何の差なんですかね、本当。分かんないですよね。その差ってなかなか謎が多くてね。難しいです。この間ね、あの、デブライネが、あの、ベルギーの黄金世代はなぜ勝てないんですかって記者に聞かれて、カチンって来たらしくて。怒っちゃってました。相手チームも黄金世代なんだっていうのは知らない いろ <laughs> んな事情まあでも本当にね、あの、時段です、パボンネスみたいな、その言葉があった時代もあって、うん、他から高い値段で買ってくる選手もあるし、下部組織から上がってきて、で、レア、うん、ルマドリーの選手ってのは、下部組織から上がってくる優秀な選手を行くとも、なかなか自分たちのチームにはバルサのようには留まらないっていう特徴がありながらも、それでも帰ってきたカルバハルとか、そういう選手たちが支えてるところは、 マドリーディスは嬉しいですよね。はい。カルバハルって、あんなに味方にすると頼もしいんだって、うん、ラ・ロハ見てると思いますね。<laughs> <laughs> いや、本当にスーパーですよ。私過、過小評価されてる選手だと思います。カルバハル。そうですね。はい、それはそうだと思うな。うん ねえ世界最高の右のサイドバックってなかなか言われないもんね。うん、いや最高だと思います、ね。一回も言われてないじゃないですか。一 <laughs> 回, <laughs> 回ぐらい言われてほしいですよね。<laughs> 本当にね、はいうん。で、このチームは最強かって話をまた翔野さんに聞こうと思うんですけど、どうですか翔野さん的には。<laughs> いや、まあ、最強。 だけど。椅子下がってるよね、<laughs> こうやってね。違うんじゃないのみたいな。<laughs> いやいや、もう、もう、最強に近づいてきてます。近づいてきてます。俺は結構最強って言ってもいい。最<強>福原さん的には最強な感じ。うん、まあ、そういう、言う人がたくさんいてもいいんじゃないのっていう感じですね。確かにね。うん。まあ 最強に近,近づいて近いて <laughs> 最強は常に、そう、常に更新されてるんでね、やっぱね。<laughs> 確かにね。はい、それが間取りです。その流れでこの話いけばいいんだね。はい、じゃあ、2、4、2、5シーズン、新、はい、シーズン。はい。えー、新たなる最強の歴史ということで、<laughs> えー、カルロ・アンチロッティ監督、キール、えー、レアル・ので今シーズンはこうじゃないかという、こう、予想不尽を見ていただいていると。えー、2、3、2、4シーズンは、えー、優勝、勝ち点95、29勝、8分け、わずか1敗。 アトレチコ、マドリー戦さえなければっていうね、<当>無敗優勝もあったね,、はい、ね。まあだから国内だけじゃなくて全てのコンペティションで負けないマドリーだったんで、すごかったですよね。まあこの時はね、95だから2位バルサが入った85だから10ポイント。 久しぶりに大差つけて。そうですね。早かったですね、そう、早かった。それが一つ特徴ですよね。早かったです。それはちょっとバルサが頑張らないといけないところ。そう、それは頑張んなきゃ。けアトレチコに3対1で負けたのだけが悔しかったっていうね。この年は5番の柔道ベリンガム19ゴール。ビニシース15ゴール。ロドリゴ10ゴール。で、何気にホセルが10ゴール取ってる。そうなんですよ。バランス取れてる。 もうちょっと見たかったですぐ、ね。こ<う>せるね。こせる、そうなんです、ね。まあでも、一番綺麗な終わり方なのかなっていう、この間取りを出る出方としては。はい。もう出れなくて。惜しまれて、ね、<う>出てく方が。いや、やっぱありがとう。 って、送られる方がみんなが感謝してね。うーん。もう CL の活躍半端なかったですらね。いや、チャンピオンズはホセルいなかったらダメだったマジでやばかったですよ。ええ。こうやって見送られるのが一番綺麗なんじゃないですか。追い出される感じじゃないですかまあ去り方大事ですよね。そういうのね。うん。ホセルも多分それを分かってて、このタイミングで出たのかもしれないですね。まあそうです。ナチョもね。うん。確かに。 まあ、レジェンドとの別かれずううに寂しいものでありますけど、はい、その分新戦力、エンバペ、はい、どうよっていう、<laughs> ミュータントタートルズどうなのよっていう。やってきましたね。ええー。はい。<laughs> ね、来ない来ない詐欺かと思ってたら来ましたね。いや、もう、マドリディスタみんなもう本当に公式発表されるまで信じなかったですからね、誰もやっぱ。やっと来た。<laughs> ちょっと前に、 絶対行くよって言って、ママも連れてきて、で、急にいなくなったんじゃないですか。<laughs> それいろいろパリ側の事情とかいろいろあるんで、彼が悪いわけでもないのかもしれないけど、<laughs> はい、マドリビースターとしてはどんな気持ちだったんですかええー、なんかもう、もう来ないん、コナインくんもういいよ、それ、みたいな。う <laughs> <laughs> そうだよね。<laughs> はい、そうですよね。もういいよ、みたいな感じでしたよ。やっぱ。当時は川長だって相当怒ってましたからね。うそ,うそうそうそう。ね、どこまで本当なのか嘘なのか、わかんないポーズも取りながらも、 ついにやってくる。じゃあ、こうなると、普通に考えると、サッカーファンのトークとしては、誰がはみ出すのって話だすいや、そうなんですよね。ええ、これいいやそもそも左にまだ、あの、希望選手が入ってますけどね。え、そういうのありなんですかこれ。<laughs> まあ、いや、いいの、いいの、いいの、いいことでしたあり、ありなんですかは、はい。まだ入ってないけども、あの、まあ、入るんじゃないかなっていう。で、変わったら、ちゃんと下にテロップ入ってるから大丈夫です。小野 <laughs> さん的には、やっぱり、入ってきてほしい。 入ってきて欲しいんですけど、うん、いや、あ、アンチョルティが結構メンディ出来合いがやばい、うんうん、してる。守備で言ったらメンディが一番だいう風に。アンチョルティ監督はもう左サイドバックに関しては、守るんだったらメンディですよ。はい。決めて、ね、言っちゃって、言っちゃってますもんね。だからもう、いや、アルフォンス・デビス聞いて欲しいっちゃ来て欲しいですけどね。うん。まあそう、メンディとどっちを優先するかっていう。 だから、さっき話出たじゃないですか、ちょうど。レアル・マドリードの歴代見てると、左サイドバックは、こう、知性を持って上がっていくとか。ね。う,ねうん。確かに。それで言ったらフランカルシアですよ、ね。フランカルシア。フランカルシアがいいフランカルシアは、いや、上がりきって戻ってこないの怖いね。いラジオの頃からそうだから。<laughs> そうですね。ウェンディも昨シーズンの終盤にかけて、だいぶ前で、 何ができるっていうところも成長してるんじゃないかなっていうふうに感じてたんで。確かにね、うん。そういう伸びしろも多分ね、ちょっともうちょっと見てみたいし。ね、そ,うそうですね。うん、もうちょっと見てみたいなとはあるんですけど。うん、ね これを実際にね、これから皆さんゲームを楽しむわけで。そうすると、ここは興奮になったらさらに間取り強いんじゃないかみたいな、ちょっと得していこうと思いますけど。うん、まあカルバハルが、まあ、現役でいてくれるのはまずありがたい。右と左、左誰になるかわかんないけども、うん、まあ、何にしろカルバハルはいろんな形で、こう、バランスを取ってくれるんじゃないかなと。思い。思うし、うんはい、カルバハルは、前目の右に誰が2ト,トップだろうが、3枚用ようが、誰とでもこう、相性よくやってくれるタイプじゃないですか。すね、はい。 で、守るときに、クさん、これ、ベリンガムが左に降りてきて、うん、こう、フォーバック、中盤の4枚を構成するような価値が多かった。はい。うん。もう、初期配置、ベースポジション左で、そこからスルスルと中央、トップしたポジションに、うん、あの、個人の局面で移動していくっていう形が結構多かったと思うんですけど、えー あれをでもよくあんなに綺麗に、器用にこなしたなって思いますよね。うん、確かにね。必ず最後の局面ではベリンガム言いましたからね。いたいた、うん。気になるのはね、このちょっとあの動画収録してるタイミングでは、まだ世界のコンペティションやってるわけですよ。はい、でこうして見ると、全員残ってんじゃん、うん、上の方についてる。いや、そうなんですよね。<laughs> 全員残ってるじゃないっていう。ちなみに売るみんな残っちゃってるっていう状況で。うん、早く安っ もうね、休んでいいんですけどいや、<も>まずバカンス取らなきゃいけないから、<laughs> どういう形でキャンプに参加するかとか、<laughs> そういうこともファンはやきもきしちゃうわけですよ。バルベリーですごいの売ってましたよ。<laughs> 本当に。南米で。<laughs> これでも、中盤4人の、まあベリーガンもそうですけど、後ろの逆三角形はみんなその、ミドルシュートが強烈な人たちですね。そうなんですよ。 みんなうちたがりですね。だから二2、3、2シーズンのちょっと振り返る特徴として、じゃあ、レアル・マドリーってこのシーズンに、じゃあ、前入っていって、ビニシウスとか結構グリグリ入ってくるじゃないですか。はい。PK 何本何本獲得したか。レアルマドリはね、確かにゼ0か1だったけど。え、そんな、マジで少ないんですか違いましたっけ実は二なんです。あ、二か。最後にちょっと取りましたよね、そうです。ベリンガムとビニシウスが1本ずつ決めただけしかない。つまり、レアル・マドリーは、 pk を取っていったりするような戦い方してない,てい。確かに確かに。っていうビニシウスいるのにですよ。確かに。こんだけドリブルで入ってくる選手いるのに。ね。そうですね。ここまた、だからこ,こ,からこう、どういう形するのか。ビニシウスもね、さらなるこの成長ということが見込まれるし、うん、期待されるところもありますし。これでも、クラシックさん、やっぱり一番、はい、さっきのお話じゃないですけど、 最も心中穏やかではないのは、間違いなくロドリゴだと思うす、ね、ロドリゴはここからはみ出なんかごてだってこの時点ではみ出して、これスタッフ政策ですけど、<laughs> この時点ではみ出してますかでもロドリゴ、なんか自分でもなんか、なんか言っちゃってましたよね。なんか、不くされてましたよねす今。今シーズンっていうか、その2、3、2、4シーズンとか、最近のマドリーってやっぱその六か六チーム状況がすごいいいじゃないですか、はい、仲良しで。で、本当に、ずっと控えで、 の選手も、やっぱみんな努力してるし、みんな頑張ってるし、試合に出れば活躍するし、うん、なのにロドリゴ、とうとうなんか言っちゃってましたからね。そう <laughs> ですよね。<laughs> まあだってそこに同胞の後輩がまた来るわけじゃないですか。まあ、かそうですよね。そうですよね。エンドリッキーどうしますかね。どうしますかね。<ー>どう使うんですか、ね、いや、本当に渋滞やばいですよね。いや、前の方はだからそれで結構、まあ、それでもな、贅沢な悩みじゃないですか。はい、ここだからトニークロースになくなって平気なのって話はちょっとしなくちゃいけない。あいや、そうなんですよ。ね。トニークロースがこのエついで言うと、こう、 アルフォンソ・デイビスに、その前のところに降りていってくれて、そこから長いレンジのパスを、しかも正確な、<Okay. S 1> 超正確な95%ぐらいのパスを、うん、だそんな選手世界にいない。<laughs> それがいなくなっちゃった。いや、本当そうなんですよね。えー、誰がボールばくんですかね。そうね。ちなみにカマビンがね、期待で、バルベルでもね、うん、あの、次バトンを、 という形で託されてる選手の一人だと思いますが。うん、まあ、だから、モドリッチが残ってくれてよかったねっていうのは、うん、正直って相当あると思いますけどね。ど,<う>どのぐらい使ってもらえるんですかね、モドリッチね。どうですか、ね、ねどうなんだろう。フルベルでちょっとクロース引き継いだとしても、ちょっとジャンル違いますからね、うん、選手として。いや、本当どうすんだろう。そうだ、前回の銀河系軍団の時に、こう、問題になったのは、前ばっかり重くて、 誰守ってくれるのっていうところが、ちょっと課題になった時期があった、うん。そうですよ、ね。いい選手いたにもかかわらず、やっぱ前目のところでっていう。で、今はトランジッションがすごく大事な時代になってるから、前みたいなことはないと思いつつも、じゃあ、そこからまた、こう、攻守の切り替えみたいなところって、誰がスイッチ入れるんだろうっていうところっていうのは、皆さんもこう、ゲームしながらですね、ここの数値考えるとこうかなっこう、工夫の違がいがあるところだと思うんですよね。うんうん ただですね、やっぱどうやってもこういう悩みがあるってことを僕ら提知してますけど、それでもレアラマドリーが優勝候補であることこれ間違いないわけで、ね。<laughs> いや、もうゲームでマドリー以外どこ使うんですかっていうぐらいの選手, <laughs> 選手層ですからね、これ。確かに。ワクシーズンよりももしかするとこうトランジションのところに強みが 大きくなるし、かもしれないですねそ、うん。それはそうかもしれないですね、うんうん。これだってアスリート能力相当高いですよ、この10番。<laughs> はいい,ね、いやー、そうですね。うん、前線も早い。早い、確かに、うん。やっぱりトランジションのところで圧倒するチームが作れるんじゃないかなと思いますけどね。ねえ。不足があったら発明すればいいじゃないっていう考え方が、カルロアンチェロティ監督の やり方で、でね、これでやってみて、多分昨シーズン、2、3、2、4シーズンもベリンガム入ったけどやれるのかな、うん、それこそポストベンゼマっていうところが課題になってたものが、うん、最終的にはベリンガムシステムっていう形の中で解決できた。うん、で、今シーズン、新しいシーズンはアンチュロティ監督が、さあ、エンバペ来ました。うん、さあ、どうするんでしょうねって興味があります、ね、いや、ありますね。<で>あと、エンバペがマドリーっていうクラブに来たときに、はい、今まで よりも、より汗をかく選手になるのか、<ー>なんて言うんでしょうね。より真面目にやるのかとか、うん、そういうところもちょっと僕注目してるんですよね。確かにね。彼に言うともう完全に王様だったじゃないですか。そうですね。うん、ビニシウスとの関係性とか超気になりません,うん、うん、なんか、彼も結構、まあ、王様タイプ、気質っていうか。うんうん どうなるんだろうかまあね、今シーズンの戦い、あ、昨シーズンか、昨シーズンの戦いの中でビニッシーズをこう、偽のキューバみたいにちょっとシャドウに隠したりとかっていう形もやってたんで、うん、マンチェロティ監督とね、コーチ、息子さん、うん、何か考えるんだと思いますが、エンバペはただですね、上手い選手っていうのはどこに行っても何でもできるっていうのはやっぱ僕の考え方なんですけど、こんだけシュート上手くて、なんですかね、どんな体勢からでも点取れる選手ってなかなか世界にいないじゃないですか。ね。<laughs> はい ワールドカップでアルゼンチンがエンバペ相手に、とかフランス相手に一すにどれだけ苦労したかっていうのはまだはっきり覚えていて、うん、この人くじけないんだっていう。うん、で、やっと行きたくてしょうがなかったチームで来たわけじゃないですか。うん、ウルトラスーパーなモチベーションで来ると思いますよ。いや、まあそうですよね。ねまあ憧れな、まあ確かに憧れのチームだし。まあ で、ここのチームが最強になるというふうに、翔、はい、野さん考えてるから、今まで最強って言ってなかったんですよね。はい、最強です。ですよね。<laughs> はい、最強更新っていう感じですか最強更新です。うん、常に最強だったんですけど、これまたさらに最強更新です、うん。これスタッフ制作の図柄なんですけど、はい、ここなんか差し替えたいとかあります、はい、私はあらばミリトン派です。ああ、ミリトン使うね。はい。 リューディガーは、いや、もちろんすごい、めちゃくちゃいい選手なんですけど、うん、リューディガーよりはミリトンの方が安心感は。これでもね、<心>やっぱり両方とも前十字やって、まだ一年経ってないかったりっていうところで、<laughs> <laughs> <laughs> 本当にトップフォームで、やれるかどうかまだわからないですよね。まあ、そうですよね。それで言ったら来るとは、まあそう、まあそうですよね。そう、ゴールキーパーとフィールドはやっぱりちょっと違うから、二 <laughs> 人ともそれってなかなか難しさはあると思うんですよね。確かに、そう言って言われるとそうですね。<laughs> <laughs> 意外とセンターバックもう一人、まあナチョがね、はい、もう去ることになったんで、うん、そうですね。誰か 取った方がいいか、まあ、来るのかなっていうところもちょっと気になってるんですよね。か、それか、また、あの、アンチェロッティに誰かがやらされるか。うん。シ、ね、ュアメニさんはもうやってくれないですよ。センターワークやらされるか。<laughs> え、どう確かにちょっと、ディフェンスのところはちょっと怪我とかは気になりますね。確かに。マメアコレデいや。いや。<laughs> いや。 ロドリゴ入れてあげる。ロドリゴ入れてあげたい。え、鍋<ょ>のけますえー、いやちょ、ロドリゴ不適されてるから、やっぱ、ビニシ、いやエンバペ、ビニシウス、ロドリゴか、左から。うん、か、えっと、面白いなと思うのは、え、ちょっと一回やってみてほしいなって思うのが、えっと、ベリンガムとエンバペのツートップ。おとかは、ちょっと見たいなとも、思います。うんうん。で、四四に、ビニ、左、みたいなですかはいそうですね。いや、むずっ。 え、かしこお二人はロードリゴ。カーラさんどうですかでロードリゴ入れらんないですよね、<laughs> これ。僕はなんならベリンガムのファーストネイブはあるかなと思うんですけど、<laughs> どはい、エンバペもビニシウスもやっぱりワイドから仕掛けたいタイプの選手なんで。そうですよね、うん。でも、ロードリゴ本当と入れらんないですよね、これね。<laughs> エンドリッキー来たらどうしますかエンドリッキーもね。<laughs> 代表でもなかなか時間もらえないで今言いますから難しいですけどね。まあ若いけどね。 若いっても関係ないしね。まあもう、十六16歳がバリバリやってる時代もいそうですよ。み、それで言ったらギュレル君とかもいますからね、そう。あ、そうだ。ね。トルコの星。トルコの星。いや、ユうロでもいいじゃん。いでも、その反応でいなくても平気じゃんっていうアルだギュレル、すごいですよね。はい。ギュレル君もいますからね、ギュレル。いいですよね。彼も結構出たがり屋さんですよ。確かにそうだ。ギュレル、誰と買いますいや、でもギュレル君逆にちょっと下目の位置とか。下目。 え、ちょっと待って、本当に渋滞してどうしたらいいかわからない。そうしたらでも、で言ったらカマビンがバルベルでチュアメにマサルものはない。いや、まあ、マサルもはない。ベリンガムの位置に、あ、いや、でもな、いや、ロドリンコのやめてギレリにしますかどうしますいや、でも本当にそう考えると、ちょっと前は人がね、ちょっと人員型の感じも。いや、そうだ、実際僕もそう思うんですけど、バックスですよ、問題のとかもしね、弱点があったら、カルバハルの代わりだっているのって話。 なってきてき<や>しまうルーカス・バスケス。ルーカス・バスケで、ね、ルーカス,スケでしょ、ね、でも、ルーカス・バスケスいい選手だけども、じゃあ、ジョージ出て何かできるかっていうと、うちょっとそこはまだわかんない,というも。いうね、もちろん選手として熱いとはいうことは間違いないんだけど。まあね、去年は、こう、ルニンがいてくれたからとか、ケパが来てくれたからとか、い,いろいろありましたけども、ね、バックスのところもね、 怪我はどうしても怖いから。まあ、そんなことをね、まだ心配してもしょうがないんだけど、むしろ楽しい方で、前目やっぱどうするかっていうね。まあ試合数多いんでってことで。確かに。いいんじゃないですか。かはい、どうくらい取ります ?3 つ、4ついや、もう、それは全部、全部, <laughs> 全部取りたいですよ。全部かっさらいたいですよ。<laughs> はい、もうもちろん2連覇もしますよ。CL、はい。エルなるほど。ですねで。ゲーム内ではですね、レアル・マドリードからアイコン選手がたくさん選ばれていますので、 今回の SC25 でもたくさん起用することができますし、レジェンドプレイヤーの中にも、その、レアル・マドリードの選手、たくさんいるんで、はい、困ったら使っちゃう。そういうことか。そういうことできる。確かに確かに。ちょっとね、備困ったら。そう。レジェンドから。うん、まあ。そこはゲームは面白いですよね。そうですよ、ねうん。ここにこれ足したら、 こうなるんじゃないのっていうな。やっぱこうなんですかね。監督ってやっぱ誰でもやってみたくなるね。カラ、うん、さんね、パパコーチとして子供たちの指導もしてますけども。はい、こう状況を見ながら、こう判断、こう手を打つというのは楽しいことじゃないですか。うん、まあそうですね。ねまあでも、こんな人たちをまとめるのは。こんな人たちを。<laughs> こんな人たち。も無理ですよ。<笑><笑>確かにね。えじゃあえ、まとめとしてですが。 この24新しいシーズン、2425シーズン、これで作っていく、皆さんも、小野さんも作っていくメンバーこそが、過去のレアルマドリエードで、最強なんだと。最強です。最強風人だということでよろしいでしょうかはい。最強です。桑原さんも納得していただけますでしょうかいやこれは、ちょっともうワクワク感がすごいですからね。はい。久しぶりにエンバペ級はやっぱりなかなか、いやなんかね、早く始めないですから。確かに。でもやっぱり、 バルサが頑張ってくれないと。バルサでもね、若い選手でて出てきたから、はい、これまた違うバルサが出てくるから、か面白いですよ。だからクラシックが面白いシーズンのラリーが絶対面白いから。いや、本当そうなんですよね。えー、やっぱりマドリーだけが独走しちゃうとね、うん、それはそれで、<う>コンペティションとしては物足りなくなってしまうので、ちゃんとバルサもライバルとして立ち上がってほしいなっていうふうに思いますけどね。焦て楽しんでいただきたいと思います。はい では、ここでお待ちかね、視聴者プレゼントのコーナーです。FC25 のカバースターに選出されたジュード・ベリンガム選手のユニフォームをプレゼントいたします。すしかも新しいやつ。はい、応募方法は EA スポーツ FCJP のアカウントをフォロー、そしてサッカーキングの該当ポストをリポストしてください。えー、たくさんのご応募お待ちしています。うん、EA スポーツ FC25 は現在早期予約を受付中です。 え、予約特典もたっぷり用意されていますので、ぜひ8月20日までに早期予約でゲットして、進化した FC25 楽しんでいただきたいと思います。8月20日のね、早期予約を強くお勧めはするんですけども、え、あっとまた9月27日の発売というのもこれまた忘れないでいただきたい。 というふうに思っているということでございます。ということでまとめなんですけども、<coughs> 来季のレアルマドリーに期待することを二人に伺ってお別れしようと思いますから、どんなシーズンと間取りになるかというところまず翔野さんどうですか全タ,です全タイトル取る。全タイトル取る。<laughs> 今シーズンとかね、あの、二三、はい、にも楽しかったけど、さらにそれを続けたい。うん、続けたいですね。うん、もう、また、これ、 なんか銀河系軍団とか言われてるじゃないですか。はい、で、BBC とかなんか、毎回あるじゃないですか。また今シーズンもそういう何かを、名前を付けてもらって、<ー>また新しい時代を築いてほしいなと思<ー>います。うんうん。話題なこと書かないですからね。そうですね、うん。実況の立場でうと、河原さん、新シーズンのラリーが担当されるわけですが。はい。うん、まあ、マドリーはやっぱりもう、ヨーロッパ王者の称号を今持った状態で迎える、ね、シーズンなんで、はい、それにふさわしい。 輝きをまた見せてほしいですけど、やっぱり久しぶりにリーガにエンバペ級がやってきたっていうのは、これだけでワクワクしますし、すねうん、やっぱデス会長ね、みんないなくなってってなってましたよね。本当にね、だからプレミアリーグも最高に面白いですけど、はい、リーガにもエンバペが来て、またリーガがすごく盛り上がっていくことを、全体が盛り上がっていくことを期待したいですね。はい、そうですね。 えー、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。えー、ぜひチャンネル登録、評価お願いします。感想、コメントもお待ちしています、えー。今日のスペシャルゲストお、桑原学さん、庄野さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございまた次回の動画でお会いいたしましょう。たまた次回の動画でお会いいたしましょう。またでおう。あっという間。早い,、はい。